向井野田古墳は熊本県宇都市松山町にある古墳。形状は前方公園墳。宇都市指定史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。熊本県中部、熊本平野、八代平野の間の丘陵上に築造された古墳である。これまでにサイ工事による大きな改変を受けているほか、 1967から1969年及び1992年に発掘調査が実施されている。墳景は前方五円形で前方部を北方に向ける。墳景は三段築成とみられるが、サイド工事で前方部が作閉されているほか、公園部分長も改変を受けている。墳景表面では、円筒埴庭のほか、吹き石が認められる。主体部の埋葬施設は、 縦穴式石室で内部に船型石棺を据える。石棺内外からは、被装者の人骨のほか、銅鏡、玉類、車輪石、東欧類、工具類など、多数の副装品が検出されている。以上より築造時期は、古墳時代前期の4世紀後半頃と推定される。人骨の湿度のほか、被装者が女性単独という点で注目される古墳になる。 古墳域の公園部部分は1969年に宇都市指定史跡に指定されたほか、出土品は1979年に国の重要文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り。元の墳給は宇都市内では3番目、熊本県内では7番目の規模であった。出土品宇都市立図書館郷土資料室展示。主体部の埋葬施設は公園部における縦穴式石室で、 内部に船型石棺を据える。石室は公園部中央の内包丁4.25メートル、北側幅1.1メートル、南側幅0.94メートル、高さ1.08メートルの母港の中央において、悪いしこ口済みで形成される。石棺は、阿蘇溶血業海岸製の栗抜き式船型石棺で、両端には縄掛け突起を有する。寸法は、 ひ身ぎうち包丁2.86メートル、北側幅0.52メートル、南側幅0.45メートル、深さ0.33メートル。石棺内からは北を遠いとする人骨のか道橋、玉類、車輪石などの副葬品が、石棺、石室の間からは、刀剣類、工具類などの副葬品が検出された。これらの副葬品は、国の重要文化財に指定され、現在は、 宇都市立図書館の郷土資料室に保管、展示されている。ありがとうございます。